も、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの職業を使っていこうと思います。スーパースターですね。実際のところ、そんなに使う機会はないと思うんですけども、まあ、一応、スーパースターの装備、何が最適なのか、見ていきましょう。スーパースターは、ムチ、そして扇とスティック、装備できるんですけども、どんな感じでしょうか？行きましょう。それでは、まずはムチで行きましょう。攻撃力は617ですね。ダストンよりも攻撃力はあるので、ダメージは出せるのかな？それでは、今日相手するのは煉獄天魔ですね。スピードが速いのでやっぱり一番最初になりますよね。で、パネル入れてて思ったんだけども、技がさ、ダストンと同じ双竜打ち、そして極竜打ち、ないんだね。あれがめちゃくちゃ強いんで、使ってたんだけども、ないんだよね。オンラインではね、持ってるんですけども、オフラインの方では、地走り打ちが一番強いのかな。いや、どんくらいでしょう。ちょっと打ってみますね。バフは何も入ってません。いやー、きついな。やっぱ専用技がないっていうのが、きついのか。まあ、専用技っていうか、強力な技ね。あれがないのが、ほんと厳しいね。これだったら、あれかな、ゴールドシャワーの方がダメージ出せるとか？一応使ってみます。あんまり変わんない。いや、むしろ弱かった。そうか。いや、無知には期待してたんだけどね。無知がなんかいまいちな感じです。次はスティックですね。ステータスがこんな感じになってますけども、攻撃どうするか？ちょっとね、スティックは攻撃方法があまりないので、魔法だよね。魔法でしょう。バギムーチョ使えるので、まあこれが、回復魔力と攻撃魔力、両方に依存するんで、強いんじゃない？一番。どう？いやーしょぼいな。やっぱり、ちょっと、攻撃としては、スーパースター微妙かな。ちょっとゴールドシャワーで、一緒だよね、ダメージって。だよな。ゴールドシャワーは、何の装備を使っても、一緒っぽいですね。スティックか。どうだろうね。それでは最後は扇ですね。ムチよりも扇の方が攻撃力は上がるっぽいですね。攻撃手段も扇の方がいいかな。それでは最後は扇でいきましょう。扇は素早さ上がるよね。あ、違うか。パッシブでついてないから違うか。まあまあいいや。扇は、扇の舞があるんで、ダメージは取れると思うんだよな。どれぐらいいく？攻撃性能はもうダントツだわ。扇が絶対強いですね。扇が絶対強いわ。で、一応、シャワーしてみる？どんぐらいいく？まあまあ一緒でしょ？ 300 ぐらいでしょ？ゴールドシャワーは攻撃力とか全く関係なしにダメージ与えますね。はいはい、扇はこんな感じですね。それでは必殺技も見ていきましょう。必殺技は、スティックがちょっと攻撃技がないので、扇と、ムチだけ必殺技やっていきます。扇はピンク台風だね。そんなにいかないんでしょ？
扇の前の方がいいでしょう。まあまあテンションマックスだからね。はいはいはい、まあ全体にこれぐらいか。それでは無知の必殺技いきましょう。疾風陣雷なんだよね、一番強いのが。強いのっていうかもうこれしかないんだよな。どれぐらいいく？こんなもんか。それでは戻ってきました。スーパースターはね、ちょっとやっぱり攻撃性能はないよね。ないですし、やっぱり技が、特技が少ないっていうのが残念。オンラインだったらあるはずの特技がオフラインではついてないんだよね。まあ、スティックはいいにして、無知で、総流打ちと極流打ち、あれがついてない。二つがとにかく強いんで、欲しかったよね。で、奥義も、風切りの舞か、あれがついてないんだよね。なので支援もすることができないっていうことで、いやー、今現状で、奥義と無知は、あまりよろしくないですね。でも、まあ、ダメージを与えれる扇を常に装備してってもいいのかもしれません。基本は、支援になるのかな、スーパースターは。呪文で、まあ、ベホイム使えるし、あとは、魔法艦隊いけるね。と、あと、メタパニと、ラリホーなんかもいけるので、まあバッファーデバッファーとしてもちょっとはいける感じですかね。でもやっぱりね、扇の風切り、そして総流極流、そのあたり欲しい、無知のね。とりあえず次のアップデートでは多分追加されると思うので、そこまでは扇を装備してればいいですかね。もしくはスティック、無知はないです。無知はない。扇で攻撃するか、スティックで、まあ、キラキラポーンとかティンクルバトン、そのあたりを使っていくキャラに、なってるのではないでしょうか。アップデート後からはぜひ、スキルをね強化してもらってね、無知を使っていきたいところですね。はい、ということで今日はスーパースターでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。